芸能界って忖度っていうものがあったりするじゃないですか、極力なくす動きにしてくれへんかなと。そもそも辞めたくても辞めれないっていう若手芸人がおったと思うんですね、うん、そこも気持ちよく辞めさせれるようになったらいいのになとか、移籍金とか作ったらどうかなとか。あ、辞めたら1年ぐらいテレビ干されるみたいなあるじゃないですか。あれが嫌なんですよ。だったら移籍金つって、僕それはそれでも面白いと思うんですよ、うん、吉本から例えば鍋プロに移籍します、うん、移籍金が発生したら今日からその人は鍋プロみたいな、そういうシステムになったらいいのになと思うんですけど、うん、難しいですかね。本来はそうあるべきだと思いますけどね、うん、干したりとか芸能事務所同士のそういうのって、まあ、普通に同期入ったら完全にアウトだろうと思いますけど、そうじゃないですか、法律に違反しまくってるんですけどね。視聴者さんも気づいてると思うんですよ。テレビが今衰退していってるって言われてるんですけども、うん、いろんなところを変えないと僕はテレビは復活というか面白くならないんじゃないかなって思うんですよね、うんうん、まあ大悟さんがテレビあんま見られないですよね。もうまず持ってないですね。うわさ概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。